無ランは卵化、無ラン属の知生の多年層。光合成をしない、金獣属栄養植物。別名、スケロクラン。葉はなく、光合成をしないで、ベニタケ属や、チチタケ属に寄生する、金獣属栄養植物。地下にある根茎は細長く、鞘状輪辺を多数つけて、横に這い、紐状の根をつける。 地上茎は一株から一から三本が直立し、高さは30から40センチメートルになり、数個の鞘状の包容が、まばらに五星し、毛はない。地上茎は、細いが硬く、光沢がある。牡蠣は5から6月。花は、相乗過剰に3から10個つけ、花の長さは15から25ミリメートルになり、半開し、褐色は、普通期褐色であるが紫色を帯びるなど変異が、 大きい。つトは、卵状皮疹型で、長さ5ト、mm、ル。細長いので一見花柄に見える脂肪は、長さ約4トル。脂肪と下皮の間に小型で、皿状の複角があり、脂状に割れる。背角片は、頭皮疹型で、長さ17から2 5ト、mm、ル。側角片は、背角片と同型で、背角片よりやや幅が狭い。 側下弁は、東乱状飛信型で、長さは三角片とほぼ同じ長さ。新辺は東乱型から東飛信型で、長さ15から 20mm、先端は三列して、中列弁の内側に、黄色の長いビロードのような毛状突起が密生する。随中は、白色で細長く、新弁の3分の2の長さで、薬質は2個あり、花粉界は卵形になる。 果実は強調の果てとなり、熟して乾くと、茎と共に黒色に変色し、冬に劣化して種子を散布する。その後も、茎と果実は、立ち枯れて残る。日本では、本州、四国、九州、琉球諸島、伊豆諸島に分布し、暖温帯から亜熱帯の落葉紅葉樹林、赤松林、常緑紅葉樹林の臨床に生育する。国外では、台湾、 朝鮮半島南部の当初、中国大陸南東部に分布する。和名無由蘭は無波乱の意で葉がないことによる。ありがとうございます。